マスター、シミュレーターで顔を合わせるとは珍しい。今日の訓練はどうしたのかな、などとしらばっくれるのはやめておこう。ガレスから聞いていてね。今日はバレンタインデーという日なのだろう。わざわざ顔を出してくれたというのは、つまり、私は期待をしてもいいのかな。ありがとう。嬉しいよ。あなたの思い、このパーシバル、確かに受け取った。大切にしよう。これには思いが込められているのだから。なんだい？ああ、そうだね。思いを受けることにはいくらか。私は時に無垢や純潔と言われることもあるけれど、それほど清らかなわけではないんだ。何せ我が唇を初めに捧げた相手は魔女だった。人類にも刻まれているようだ。カルデアのデータベースにも情報があったよ。地下図書館があるだろう。あそこでは本の形で収蔵されている。レディ・カオルコが管理している場所だ。あそこで確かめてみるといい。騎士パーシバル、あるいは騎士パルジファルの物語。英霊としてここにある私の人生が細部に至るまで物語通りかどうかは言わずにおこう。ただ、地下図書館で一読した際には驚いたものだ。よもや私のあがきと戦いの日々がかくも美しく紡がれていようとはね。自分の人生を美しかったと言えるものを私は心より尊敬する。それは誇りであるのだろう。終わりを迎えた後にそう言えることは素晴らしいけれど、私自身は、いや、あなたの想像に任せよう。ありがとう、マスター。ではバレンタインの贈り物のお返しにこれを。私が清掃ロンギヌスを手にした時、周囲に咲いていた花だ。とても美しい花だった。そう長くはない人生で目にした中で最も美しい花だ。残念ながら本物ではない。これはマーリン殿に再現してもらったものさ。けれど美しさは同じはず。どうか受け取ってほしい。あなたの思いに対する私の答えとして。ところでマスター、一つ頼まれてくれないだろうか。こういうことを頼むのには慣れていないんだが、実は一人贈り物を届けたい淑女がいるんだ。そうか、あなたは知っているのだったね。彼女は異文体では私の姉だったそうだ。異文体であなたたちの友となったパーシバルは、私とは別の人間、
別の騎士だ。そうでなくては彼に、妖精国のパーシバルに礼を書く。私だからではない。彼は彼として自分の人生を生きたのだから。ただそうは言っても感じるものがある。彼女に、あのメリュジーヌという淑女に、私は言葉をかけなくてはいけない。たとえ別人であっても、受け継ぐもの、大切にしたいものがあるというか。そうなのかい？そうか、そうなのか、そうか。うん、では改めてお願いする。忙しい日に申し訳ない。少しだけ私に時間を割いてくれないか。彼女を、その紹介してほしいんだ。お願いできるかな、マスター。